も、しおみでございます。ですね、今ですね、大阪高槻のですね、171号線沿いのファミリーマートにいます。はい。今からですね、徳島空港まで行きます。今日はね、4月の20日、17時54分、だいたい6時前っていう感じでございます。6時前なんでございますが、明日の朝までにですね、徳島の方に持っていくというような形でございます。道中ね、久々の四国なんで、ちょっと動画でも撮っていこうかなと思ってます。で、4月になってからの改装の状況もですね、ちょっと話しながらですね、いければと思っております。それでは、行ってまいります。というか、一緒に行きましょう。だいたいね、今ね52キロぐらい走ってるんで、あと100キロぐらいかな。こっからはですね、まあ割とすんなり流れるんだと思います。はい、垂水のねパーキングちょっと寄ったんすけど、全然ですね、ちょっとねひどいな、やってなかったっすね、本当にもう。ということで、明石大橋の方進みたいと思います。はい、明石大橋のね、手前のトンネルを通っております。このねトンネルをね抜けるとね、いきなり大橋ですが、ね、まあどうしてもね下道で行くといっても海は渡れないんで、ここは仕方ないですね。はい、あ、もう出ますね。はい、明石海峡大橋です。あー、ライトアップしてない、残念、ライトアップしてません、真っ暗です。なんちゅうこっちゃ、せっかく楽しみにしてたのにな、真っ暗ですね。島到着しております。ショックですね、明石大橋が電気
今ね、このほら、こういう観覧車のとこですね。観覧車よっ、ショックですと、多分マンボウで8時も過ぎちゃったんでお店やってないと思います。淡路島中はさあ、気合で徳島まで行くしかないような気がしてきました。まあコンビニでなんか買ってもいいんですけどね。さあどうしようかって感じでございます。はい、夜なんでね、淡路島の綺麗な海もお届けできません。代わりに去年、自転車で行った海の様子途中で入れたいと思います。それではどうぞ。はい、今ですね、20時41分ですね、淡路島をね、洲本辺りをひたすら南へ下っているような状況でございます。でね、ちょっとお話ししとこうかなと思ってんのは、はい、世の中ね、今日かな、吉村知事が緊急事態宣言を出しますというような形で国に要請しているというような状況でございます。ということで第4波、そんな形でですね、世の中が割とこう自粛ムードというかになってまして、そのためにですね、内部とですね、4月以降レンタカーの需要が落ち込んでるっぽいです。はい、3月はね、何かとどういうんですかね、引っ越しシーズンというのもあるんで、と不要不急というよりも急を要するような人が車乗るとかいうのがあったんですが、4月に入ってその辺も落ち着いて、普段でしたらそうですね、桜のシーズンとかインバウンド観光とかですね、まあ、国内旅行もいろいろ観光シーズンに入ってくるということで、割と賑わいを見せているはずなんですけど、無理ですね今年は。でこうなるとですね、まあ、ゴールデンウィークもポチポチという感じになるでしょうし、つまり続くんですかねっていう感じでございますね。はい、だからまあ僕も今回48時間稼働申請出してて、まあ、長い人はそこそこ仕事はありますが、1日5時間とか6時間とかしかできない主婦の方とかですね、多分だいぶしんどいんじゃないかなと思います。ということでですね、本当はねもうちょっとね回復してほしいんですけど、こればっかりは僕が何と言ってもどうしようもないような話なんで、まあやれることをやっていくというような形かと思っております。はい、はい、今ですね、淡路島を抜けてですね、橋を渡ります。橋が見えてきましたね。相変わらずライトアップはしてないみたいです。それではもうすぐ徳島に入ります。ただいま9時36分ですね。はい、ある意味予定通り画面がぼやぼやでございますが、はい、そんな感じでございます。
はい、今橋の上でございます。向こうに見えてるのが四国ですね。はい、徳島の方に、入ってきております。快適ですね。今日全然まだストレスもなく運転しております。はい、はい、徳島市内の方にも入ってきております。結局コンビニでお弁当買ってですね、快活クラブで食べようかと思っております。はい、まあこの時間ですからね、今10時16分ですかね。まあ大したお店も開いてないですし、コンビニでいいんじゃないかなと思って、コンビニ弁当でいいんじゃないかなと思っております。あと快活クラブまで、2キロぐらいですかね。そんな感じなので、このビデオもそろそろ終わろうかと思います。それではですね、また違う動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございます。今回の稼働申請でまた面白いことがあれば、また、動画回したいと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。それではさようなら。